今回は文人宅の1階を物色。ギシギシとなる階段を降りたそこには、何よこれ、文人さんブリーフ履いてんの？あ、そうですよ。え、文人さんブリーフ履いてたの？最近こっちの方がいいかなと思ってちょっとこれ見てよ、ここ衝撃的なんだけど、文人さんこれちょっと半身柄みたいな、これほらちょっと待ってください。やば、これどう、文人さんのほらわからないブランドの、フィリピンだ。フィリピンなんだ。なんで下着盗まれないのに中に干してんだよ。そして生活感ありありな文人の寝室と台所を物色。あ、やばい。目覚まし鳴ってる。何時にセットしてたの？12時。あ、時計が壊れた。ここ何？料理するとこですね。火はどこですかね。火はこれですね。火はレンジなの？はい、あとこれですね。これでお湯沸かして、お、あるいは短時間でお湯が沸かせば電子レンジでお湯沸かして。ここ匂い結構きついね。やっぱちょっと生ゴミ臭がするな。はめてるでしょ、文治さん。納豆の匂いだと思います、これ。本当？文治さんってあれだよね、水に浸かってないよね、ここ。水に浸かったみたいになってんだけど、なんか分からないですね。あの伊勢湾台風の時に床上スイスイ、床上スイスイ、床上スイスイ泳いじゃったの。何、ゴミの日一応調べチェックしてんの？そうなんですよ。昨日だったんです。昨日間に合わなかった。ここ来たらもう行ってました。全部ゴミじゃん。いや、ゴミの日を、いや、これゴミ御殿の住人は一応ゴミの、これゴミじゃないですよ。ゴミの日はチェック、あれなんだ、チェックしてるんで。一応ゴミはこういう袋に入ってるやつがゴミの日ですね。これゴミ袋です。どれぐらいで出すの、周期的には？あの、ゴミの日に間に合ったら出す。間に合わないでしょ、だって12時にさ、目覚ましかけてたじゃん、毎日。絶対間に合うわけない。だから、で、一応あの1個だけ持ってゴミ捨て場に行くと、もう終わってるから持って帰ってくるみたいな。そうだよね、ええ。そんな怠惰な生活を繰り返しているせいもあり、こんなにも大量のゴミが溜まっていったようだ。続いては連れ込んだ女性とエスカレーションするための寝室へ。こっちの部屋すごいよ。こっちちょっとしたら2人で寝るかもしれない。これね、どう寝れますか？寝れないです。なんかこれに乗るなんかやり方あるんじゃなかったっけ？あ、文治さんだけしかできないやつ。いやー、すごい、すごいね。パーンと折れるな。ここはここですね。ここをうまく使うことですね。ここ使ってんだ。ここで足かけんの？ええ。で、やってみて。かっこいい。めちゃくちゃかっこいいじゃん。やってみます？いや、ここ下見てたよ。ちょっとなんでベルトが見える？え、ちょっと待って。何を入れてんの？あんまり。あなたは。恥ずかしいですよ。破れてるとこに隠してんの？まあ、カバーみたいな。いろいろ。これもちょっと。フラ。あれ、文治さんこれ。これ僕あげたやつじゃないのこれ？結構もうここの勝手に送ったやつじゃない？ M 字開脚が。このトゲトゲがね、だいぶ。なくなってきちゃって、だいぶ使い込んで。何使ってんの布団でこれ？あのなんかこれをね巻いて寝るとリラックスして寝れるんですよ、ね。お母さんに縛られる感じ。ね、やっぱり縛るが好きなんだ。縛られると結構あのリラックスでギュって感じなんですよ。結局台所でも寝室でも金目のものは見つからず、最終的に文人の財産、磨けば光る八六を差し押さえることに。出かけるときはこんな感じで出る。泥棒に入れないとこまでで鍵は鍵はさすがにここさもう、ね、神奈川県とかでかかってますね。邪魔くせえよ。ここが庭です。一応じゃん。一応ここで家庭菜園やってます。あ、これは何ですか？縁側です。縁側は万引き家族でこういうのこ出てきたよ。え、万引き家族？全部枯らしてるから、ね、これフィリピン行ってる間に枯れちゃったんですよ。そして家からかなり離れた駐車場まで移動。文治さんここら辺でしょ、あのオホハヒハハの猿が逃げた像は。あ、そこですね。そこら辺でしょ。猿が逃げたぞー。待てー、撃ち殺せー。
予定以上に歩かされ駐車場に到着。いやだ、乗れる、動くの。第3だもんね、これ磨けば光るやつでしょ。光りますとは本人が言うものの、まるで抗えない文人の歯周病のように86のボディも経年劣化が進んでいるようだ。何したんですか。タイヤの空気圧チェックです。直したんだ。これ小通貝が壊れちゃったんです。小通貝ね。これはもちろん差し押さえだよね。ということで文人の全財産差し押さえ完了。今日どうでした、文人さん。初めて一対面で。思ってたよりかはすごかったですね。本人が、それとも部屋が。いや、ほいいとこもあったからね。そうですね。例えば、ちょっと偉そうなところ。グイグイ系だったもんね、意外と。差し押さえ川崎動物裁判所。この両目を破棄し、または無効にした者は刑罰に処されることがあります。これピンポンってなった。これレンチ入ってるよ。多分前の住人が使ってたんですけど、私は使ってない。下で鳴らしたらどうなる。何もなんないですよ、これ多分。さっき出てきたの。なんか物音がしたから。物音と話し声。え、あれ押したけど意味なかったの。意味ない。なんだよ。あ、ちょっとそれはネタ上だから。あ、違うわ、これガルブッカっていうの前習った時に。何ガルブッカって。怪しい。どっか登り。いや、楽器ですね。あんな楽器がアラブの楽器で。すごい。え、揺れてない、こうやってやったら。どうしたじゃない。いや、結構ね、これ多分もうシロアリが来てるかもしれないよ。やめた方がいいって。揺れてるからやめて。めちゃくちゃ怖いから。ドブネズミみたいに美しくなりたい。タタ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 タ。あ、これ右か左か、でもどっち、どっちブルーハーツ好きなの。タは響く方が結構あります。マイクロビキニとブルーハーツどっち。マイクロビキニの方がいいっすね。じゃあマイクロビキニでブルーハーツのリンダリンダと替え歌お願いします。マイクロビキニみたいにいやらしさがあるから。タタ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 タ。ウェイ。キッチンにミラがあったんですけど。ああ、あれは食べたい量を抜くじゃないですか、うん、1本とか2本とか、うん、めんどくさいというか、もうニラだけ食うといけないんですよ。ヤギじゃん。ええ、あれはまた、うん、うまいんですよ。金の盾持って帰るの忘れました。また返してください。泥棒泥棒。またね。はい、また。